皆様こんにちは。現在開催中のイレブンガールズアートコレクション展に出品している作品を紹介したいと思います。日本画家の設楽雅美です。今回ご紹介するのはこちらの眺めた空という作品になります。これは最初にご制約いただいた作品にはなるんですが、空に枝を広げている木の様子が美しくて描いた作品です。枝の隙間から見える光と、あとこちらは秋に取材した作品なんですけれども、木陰の様子とか、紅葉が始まった綺麗な黄色い葉と上から降り注ぐ光が美しくて描きました。こちらは、最後まで展示しておりますので、楽しみいただけたらと思います。ありがとうございます。